年賀用シールが入ってる。年賀用ですね。本当に僕ら中学生で流行ったやつです。で、ヤングオート。これなんかはね、もう正直もう毎日毎日さ、毎日買って、これ、呼び覚めしないと。これね。はい、どうもこんにちは。ウィンマンズの小井です。はい、早速ですね、ウィンマンズの中古車紹介。今日もですね、真夏の暑い中、三郷店からちょっとね、お伝えしたいと思います。今日ね、紹介したい車は最高にいいですよ。こちらです。でー、でんでけでんでん。はい、来ました。こちらでございます。スズキのアルト。かっこいいですね。これはまさに車庫タンというべき車じゃないでしょうか。はい、今日はですね、こちらのバリ車庫タンのアルトをですね、紹介したいと思いますので、最後までご視聴の上、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、来ました。こちらがですね、スズキのアルトです。平成29年の6月登録、グレードがですね L というグレードになりますね。アルトはね、もう歴史が長い車になるんですけれども、8代目ですね、8代目のアルト HA36S というね、車体あの型式のアルトになります。はい、で車検がですね、令和5年の11月3日までついております。走行がなんと2万6000キロ走ってませんね。全然走ってない。どうしたんですかっていうぐらい走ってないですね。まあ年式も新しい車なんで、走行少なくて当然なんですけど、修復もない車です。はい、でこれ改造内容ね、改造内容ですね、一応街道レーサーのオニキャン仕様になっております。オニキャンですね。キャンバーが入っております。はい、で、J ラインのリアアクセル、 J ラインのリアアクセルですね。はい、鬼のようなねキャンバーがついておりますね。はい、で J ラインのリアアクセルってやつですね、とシュピーゲルの車高調が入ってて、 KLC のリアルマフラー、リアルマフラーですね、リアルマフラー、で釣り革、チリ釣り革が入ってますね。はい、Bluetooth オーディオ、はい、ワークのグッカーズヘミというですね、これアルミホイール、15インチのアルミホイールが入っております。そしてですね、内装にチンチラシート、チンチラのシートカバーっていうのが入ってますね。はい、で LED ヘッドライト、はい、LED のヘッドライトが入ってまして、アイドリングストップシートヒーター、まあ、そんな感じの車になっております。全体的に黒とね、シルバーと白とが混ざってコラボしてる、いい感じですよね。はい、ちょっとねこのね、なんていうんですかね、もう、はい、ちょっとねこのね、昭和の車庫タンが平成にやってきたみたいな感じの車ですね。はい、この車鉢巻きがね、GLC って書いてあるんですね。これ何でしょうね。はい、GLC です。これもかなり分厚いのが入ってるよね。はい。で、横にはですね、ミスタージュンコ。はい。ジュンココシノ。これもね、もう当時のね、まあ、あのアパレルメーカーでしょうね。本当に、ジュンコ、ミスタージュンコ流行りましたね。そしてですね、はい、見てください。この夕焼けニャンニャン。もう本当僕らの時代のもうステッカーですよね。まさにそう。そしてさらに極めつけ、ガーン、はい、なめんなよシールが入ってます。なめ猫ですね。これもう本当に僕ら中学生の時流行ったやつです。はい、でヤングオート、これなんかはね、もう正直もう毎月か買って僕らの車のカスタムは全部カスタムの教科書と言っていいぐらいな、本のね名前ですね、ヤングオート今もあるのかな。しかもこれギルガメッシュナイト、こ
ね、かなりね当時はね、やらしいのが入っておりましたね。はい、こんな感じです。一応ね外装ルーフ綺麗ですよね。全然綺麗です。リアハッチ等も綺麗です。ちょっとねここの右のリアクォーターのところにちょっと傷があります。ここね、ここ傷があります。はい、それぐらいかな。で一応これホイールね、後ろからいっちゃいましょうかね。はい、ワークのグッカーズヘミってやつですね。もうアムシャみたいなね名前ですけどね、はい、っていうホイールが入ってアルミの、これね傷がないですよね。これピカールとかで見るともピッカピカになるはずです。はい、で一応車庫帳が入ってますね、ここにね。はい、でタイヤがですね、タイヤハンコックです。タイヤハンコックの V8RS っていうのが入ってまして、サイズがね165、ワークのグッカーズヘミってやつですね。もうアムシャみたいなね名前ですけどね、はい、っていうホイールが入ってアルミの、これね傷がないですよね。これピカールとかで見るともうピッカピカになるはずです。はい、で一応車庫帳が入っておりますね、ここにね。でタイヤの水はもうキューブ山ぐらいです。でかなり引っ張ってます。かなり引っ張ってます。これ見てください、かなりです。かなり引っ張ってまして、へー、もう正直はみ出ちゃってますね。これじゃあですね車検は通りません。なので、まあ、お客様にね納車する際にはこれを戻すか、立てるか、アルミホイールを変えるかしないとダメですね。はい、で右にもねミスター巡航のステッカー、が貼ってあって J ラインのスピーディングワーク、このねポイント、このサイドですよね。変にサイドのステップがアイアロンみたいに入ってるっていうんじゃなく、ここにねあのモールドでっかいやつアルミっぽいのがね、これおしゃれですよね。これいいカスタムですよね。全然いいと思います。はい、そしてこちらがホイール、右の前のホイールですね。こちらも全然ガリ傷ございません。めちゃめちゃいいですね。でこちらも 16545R15 で、タイヤの溝、あ、こっちがねタイヤ、これちょっとタイヤの銘柄違いますね。の溝は六分山ってとこですかね。はい、はい、そしてですねこちらがフロント周りですね。はい、ライトはね綺麗ですね。 HID に変わっていてクリアで綺麗ですよね。でこちらが右左、バンパーもね後ろ下、これ一応塗り分けされてるんですけど、すごくあのサイドステップと合ってすごいいいと思います。デザインがかっこいいですよね。ほらすごい、ボンネットも状態は悪くないですね。ちょいちょい飛び石はありますけど気にならないかな。どっちかというとねボンネットのクリアがちょっと色褪せしてき始めてるかなっていうのを感じます。フロントガラス傷飛び石等ないですね。はい、大丈夫です。ミラーがねブラック、ツヤ消しのブラックに塗ってあるところがねポイントですよね。かっこいいよね。はい、でちょっとリアハッチやってみましょう。はい、来ました、チンチラカバーシートですね。一応これもね前に倒すことが可能です。これが、パンク修理セットとジャッキとかがありますね。はい、でこれがディアルカンマフラーでございます。なかなかいい音しそうですよね。はい、でここにね、釣りカーが入って、これちょっとちっちゃめのやつね。当時これも流行ったんだよね。あれ、でなんかメンバーが入ってるね。メンバーが入ってる、ちょっとほら結構ダサい感じになっております。マフラー
ラーの音がね注目ですね。はい、で注文内装いっちゃいましょう。内装ね、ドアはね、ちょっと取っ手の部分が白いんですよね。はい、これは純正のままかな。はい、全体黒なんですけど、ここが白で、これがステアリングです。これね、なんか木目調のカバーがかぶっております。はい。そして、はい、これがね、一応これもね、チンチラのね、カバーがね、かぶせてあって、ステアリングですね。はい、これ気になっております。よいしょ。スタート。はい、ケンウッドのねコンポが入ってますね。はい、で一応これオートマチックです。はい、はい、そして一応シートヒーターがここについてあって、はい、これが運転席のシートです。まあ、カバーですね。これがねチンチラっていうねカバーですね。運転席助手席とも入っております。特にね破れとか擦れとか色あせとかもなく、両方ともねめちゃめちゃ綺麗ですね。でルーフちょっとここに傷があるかな、穴が開いちゃってますね。ここちょっと汚れがあったりするんですけど、それぐらいですかね。じゃあはい、リア見てみましょう。後ろも広いですよね。アルトは本当に状態広いと思います。ここは全部開くんですけど、ここはね固定になってます。でこのリアのシートね、ちょっとここ一番上の頭のとこだけがやっぱり日に当たってちょっと色あせしてきておりますね。あとはね状態めちゃめちゃいいです。悪くないと思います。はい、こちらがねエンジンでございます。はい、一応車体がですね、型式が HA36S、 エンジンは R06A というですね 658cc のエンジンです。はい、馬力的にはですね、カタログスペック上は52馬力、リッターとしてですね、37キロも走ります。すごいですね。車重はね、650キロ。めちゃめちゃ軽いですよね。全然、52馬力でも全然走っちゃうのかなって感じですね。はい、かなり低いですからね。かなり低くて、もうこのミラーが結構上に勝ち上がってるんだね。でミラーのねコントロールはないんですよね。ミラーのねコントロールはもう手動になってますね。かなり跳ねるんで、ゆっくり、これ飛ばす車じゃないですね。ガンガン飛ばそうと思う車じゃないんで、ゆっくりで、まあここまでね鉢巻きがあるとやっぱりこう視野がねだいぶ狭くなりますよね。ここら辺も本当は車検には通りませんので、一応これもね販売した時にね納車時はですね、お客さんにちゃんと説明した上で、外させていただく形になると思います。それかも車検の時はね外さないといけないものなんで、ハンドル全開に切ったところにも全然タイヤが当たるっていうことはなさそうですね。なあ、ほんとこうなるとノーサスっぽいよね。昔もね、もうこれだけ跳ねると、昔のノーサスを思い出しますね。音はやっぱりすごい音だね。はい、今回ですねこちらの、昭和からですねタイムスリップしてきたような平成のアルト、今回ね紹介させてもらったんですけれども、ちょっとねこのままじゃね公道走れない部分も多々ありますけれども、そこら辺はですね
修正した上で、お客様に提供していきたいと思います。走行が短いのでね、ぜひね、ここら辺の、全体のバランスを見てもらった上で判断してもらえればなと思います。金額はね、こちらです。金額はこちらになっております。はい、車体で88万9千円で、支払い総額が95万9千円の車ですね。車検もね、例は今年の11月まで入っております。そうそうそう、これね、まだね、実装で2万6千キロっていうのがね、本当に推しだと思いますんで、はい、そこのね、もうこのセンスは好き嫌いが本当にあると思います。ステッカーとかも剥がせますしね、全然これからまだ全然バリバリ乗れる車だと思いますんで、来た方はぜひ VTR 企画展までご覧になってください。それでは。